ギオーム・ド・パルデューは、フランスの俳優。父親はフランスを代表する名優の、ジェラール・ド・パルデューであり、母親エリザベート、妹・ジュリーも、女優という芸能一家に育つ。父・ジェラールと共演した、巡り合う朝で、本格的な映画デビューを果たすが、順調にキャリアを進めていた1995年に、バイク事故に遭い、入院。さらに、 黄色武道球菌による院内感染に見舞われる。俳優としての仕事を精力的にこなす一方、17回にも及ぶ手術とリハビリを受けるも会なく、2003年には右足の切断を決意。その後も義足の存在を感じさせない演技を続けた。1999年、ポーラ X のプロモーションでレオスカラックス監督らと共に来日をしている。 2004年、自助伝、トゥ・ドンナーを出版。2008年10月、遺作の一つである、エル・アンファンス・ディ・アイケアの撮影中に、ルーマニアで、急性肺炎にかかり緊急帰国。3日後の10月13日に、パリ近郊の病院で亡くなった。37歳であった。10月17日に行われた葬儀には、サルコジ大統領夫人のカーラ・ブルーニをはじめ、 バンサン・カッセル、モニカ・ベルッチ夫妻、レオス・スカラックス監督、ナタリ・バイ、ロマーヌ・ボーランジェなど数多くの著名人が参列。母親エリザベートは、スピーチの中で、いつも、今夜は家に帰ってくるかしらと思わせる子供であり、男性でしたと語り、父親ジェラールは、星の王子様の一節を読み上げた。その夜、私は、彼が出発したことに気がつかなかった。 彼は、物音一つ立てずに去っていった。私がようやく追いついたとき、彼は、毅然とした表情で足早に歩いていた。彼は、私にこう言っただけだった。ああ、来てくれたんだ。彼は、私の手を取った。だが、それでもまだ不安げだった。わかってくれるよね。遠すぎるんだ。僕、とてもこの体を持ってけないよ。重すぎるんだもの。セットにゅイ。 ラジュネル・ビィスパセ・メトラ・イエヌ・ルート、イル・エス、エーテイ・ベード・サンズブ・ルート、クアンド・ジュリシス・アル・リジョイント・レイル・マーチ・エート・デシデー。D、ウンパラピード、イルミー・ディ・ソールマン、R、スエスラ。エイルミー・プリット・パール・ラメイン、マイス・イルセ・ターメンタ・アン・コールツ・コンプロン、セットロ・ロイン、ジュネ・プー・パ・アンパーテ・セコープスラ。セットロロード。ありがとうございます。